そしてご通行中の皆様、大きな音でお騒がせしておりますが、しばらくこの場をお借りいたします。いよいよあさって7月21日は参議院議員選挙の投票日です。今日は残すところあと1日、最後の力を振り絞って頑張っている参議院議員候補浅香由香さんの応援演説会をこれから行いたいと思います。たくさんの方にお集まりいただきました。ありがとうございます。大変にぎわっておりますので、通路の確保はちょっとご配慮いただけるようにお願いいたします。この神奈川選挙区は全国的に注目を集める大接戦になっております。浅香由香さんデッドヒートを繰り広げておりますので、今日明日の訴えが勝敗を分けると思います。皆さん応援のほどをぜひよろしくお願いいたします。そして今日はなんと、会ったことをなかったことにはできないあの加計学園問題で真相究明のために勇気ある告発をされた前川喜平さんが浅香由香の応援に駆けつけてくださいました。大変お忙しくていらっしゃいましてですね、この後また飛行機で別の現場に飛ぶということなんですけれども、お忙しい中を浅香由香のために駆けつけてくださいました。そして市民連合中央から、政治学者の法政大学教授山口二郎さんも応援にいらっしゃいます。まもなくいらっしゃいますので、ぜひください。そしてもう一つビッグニュースがあります。今ネットで大ブレイク中の、令和新選組山本太郎さんもついに浅香由香の応援に駆けつけてくださることになりました。こちらは山本太郎さんはこの場所ではなくてですね、相鉄口の方で4時から、浅香由香の応援をしてくださいます。こちらもお時間ありましたらぜひお立ち寄りください。そうしましたら、まず、本編が始まる前にですね、音楽と、お話でにちょっと耳を傾けていただきたいと思います。ギターの、スタンバイはよろしいでしょうか。そうしましたらですね、まず先に、トピカル歌芸人、はいはい、ジョニー・エイチさんに、歌で盛り上げていただきましょう。よろしくお願いします。ギターお願いします。おー、でかいでかいすいません。はい、じゃあ、新潟市、先ほどのは別人ですので、ここから候補者の名前にも言っていいということですか。当然辛辣な歌を歌いますよ。覚えてますか？4年前本当に歯がキリキリしましたね。あいつは島本大ヤクザな参議院でもないのに会に乱入、覚えてます？本当ね、4年経つと忘れるって彼ら言ったけど、鎌倉ですよ。人間鎌倉、最初に左の方から突進したのがこの候補の人ですよ。あの方絶対参議院に復活させちゃダメ。時間短いからどんどん行きますよ。それからあの頃言ってたのはですね、参議院がねじれがどうとか言ってましたよね。覚えてますか？参議院はねじれてなきゃ意味がない。チュッチュワチュッチュッチュワチュッチュッチュワ。だって衆議院がしたいと言っても参議院が良識の府ですよ。良識の府の参議院忘れてませんか？良識の府だ。良識ある人しか行けないんですよ。が食い止められる。参議院はねじれてなきゃ意味がない。チュッチュワチュッチュッチュワチュッチュ。
な国会議事堂で猿が暴れてる、猿が噛む、引っかく、あんたの暮らしは壊れてく。猿爺が大集結、助けつは猿のケツ、頼みもしないのに危険な法律作ってく。早く止めなきゃ命取り、さらば猿人たち。もう余計なら全特化でございますよ。求めウェブサイトを探しまくる。なのに国会では議員たちがすやすや居眠りしてる。男と別れ子供を抱え死ぬまで汗まみれ。なのに国会見ると議員たちが昼寝をしている。こっからが大事。お金持ちも一人一票、貧乏なあたいたちも一人一票、どっちが多いか考えろってんだよ。全員がちゃんと投票すればこの世の中変わるはずさ。言ったって意味がねえとか言う悪魔のささやきを乗り越えて、みんなが投票に行けば世の中変わるはずさ。お金持ちの数よりも俺たち貧乏人の方がずっと多いでしょ。だから全員がちゃんと投票すれば世の中変わるはずさ。賛成の方拍手お願いします。投票なんて言ったって無駄だよなんて言う悪魔のささやきに騙されないで、全員が投票に行けば。そう、この人はという思う人、ここはどこですか。神奈川です。ここは誰ですか。もう一遍言いましょう。ワン、ツー、スリー。あさかゆか。なんかこれに似てる人いっぱいいますけど。投票に行きましょう。ジョニオでございました。ありがとうございました。ジョニエチさん、どうもありがとうございました。そうしましたら次に、地元横浜にお住まいの鶴見大学名誉教授、後藤正俊先生のお話をいただきたいと思います。朝霞ゆかに激励いただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。参議院選挙、いよいよ最終盤になりました。私は朝霞ゆかさんの紹介をさせていただきたいと思います。私は朝霞ゆかさんが生まれ育った横浜の鶴見の町にあります鶴見大学に40数年間介護学を教えてきました。まあ、いわば朝霞さんは今39歳ですから、朝霞さんが生まれる前からずっと朝霞さんの成長を見守ってきた親のような立場だと思います。朝霞さんは旧姓を金谷さんと言いまして、お父さんの金谷和夫さんは火事の反対横浜連絡会などで私と一緒に活動している私の親しい友人です。朝霞ゆかさんは森村学園高等部から筑波大学国際総合学院に進学され卒業されました。
高校時代に鶴見区に住む脚本家の幼い美恵子さん、あの金八先生を書いた幼い美恵子さんが行っているカンボジアで学校を作るという国際ボランティア活動に参加され、国際的な活動がしたいと国際学部に進学されたんです。私は筑波大学の前身の東京教育大学の出身ですので、浅香さんは私の大学の後輩です。ちなみに参議院議員の前間雄一さんは東京教育大学の文学部の出身で私の1年先輩、衆議院議員の赤嶺政権は私のやはり教育大学文学部出身で私の2年後輩に当たります。浅香さんは学生時代から世界14カ国を旅行し、フランスとアメリカの大学に留学され国際的に視野を養いました。しかしアメリカ留学中に交通事故でお母さん、お兄さん、妹さん、家族3人を同時に亡くされました。浅香さんはこのことから命を大切にする、そういう社会に向かって平和運動、社会活動に参加するようになられたそうです。今は7歳と4歳、2人のお子さんの母親としてより良い社会を作ることができることを子どもたちに見せたいと頑張っておられます。浅香さんの素晴らしいところは、3年前の参議院選挙で8時間働けば普通に暮らせる社会、そういう政策を打ち出したことです。彼女のシステムエンジニアとしての勤務経験、長時間労働で仲間たちが苦しむ姿を見てきた、そういう経験から自然に生まれた政策と聞いております。また子どもたちのお父さん、そして働くお母さんも早く帰ってきて夕ご飯一緒に食べたいね、そういう子どもたちの切ない願い、これを実現する政策でもあります。皆さん、この政策はその後日本共産党の第1番目の公約となっておりますし、5月29日には市民連合と4野党1会派の13項目の共通政策の10番目、ここに8時間働けば暮らせる働くルールを実現し、こういう形で入っております。近い将来安倍政権に代わって実現する野党連合政権がまず最初に取り組む、そういう政策になることは間違いないと思います。浅香さんの政策を作る能力は抜群です。皆さん、安倍政治おかしいと思いませんか？消費税を増税して国民生活を破綻させる、カジノをこの横浜山下ふ頭に誘致して日本人からお金を踏んだくってアメリカのカジノ産業を儲けさせる、アメリカ製の武器を爆買いしてトランプ大統領を喜ばせる、憲法9条を改悪して日本を戦争できる国にし、自衛隊員を命の危険にさらす、沖縄県民の意思、沖縄県知事の要請を無視して辺野古の美しい珊瑚礁の海を埋め立て米軍の新基地を作って資本たちの命を奪う、安倍政権まさに亡国売国の政権ではないでしょうか。皆さん、2007年の参議院選挙、この選挙では自民党が大敗し、そして第一次安倍政権、これを退陣させるきっかけとなりました。今度の2019年のこの選挙で浅香さんを何としても当選させ、亡国売国の安倍政権に終わりを告げようではありませんか。皆さん、私が忘れられないのは3年前4位の候補者とわずか3万7000票の差で浅香さんが席替えしたことです。私は悔しくて悔しくて1週間眠れませんでした。皆さん、あんな悔しい思いを二度としないために今度は最後の最後まで頑張りましょう。今日はこの場に元文部科学省事務次官の前川喜平さん、そして法政大学の山口二郎さん、応援に来てくださいます。また4時からはこの相鉄口で令和新選組の山本太郎さんが、5時半からは溝の口駅デッキで C 和夫委員長が、そして7時からは川崎駅西口で評論家の坂田誠さんが小池書記長と一緒に浅香さんの応援に駆けつけます。浅香さんを何としても当選させよう、かつてない幅広い運動が起こっております。浅香由香さんは国会議員として子どもたちのため、若者のため、国民のために活躍できる人です。私は何としても浅香さんを参議院議員に押し上げて思います。どうか浅香由香さんに党派を超えた幅広いご支持を心よりお願い申し上げます。後藤先生、熱い応援どうもありがとうございました。
そして皆さん、浅香由香本人が到着いたしました。それでは時間もちょうどなりましたので、浅香由香応援市民集会始めていきたいと思います。それでは、まずはじめに、市民連合横浜事務局の小川から、ご挨拶をいたします。高島屋前、そして横浜駅等のご通行中の皆さん、こんにちは。市民連合横浜の小川です。いよいよ参議院選あと2日を残すのみというふうになってきましたけれども、私たちはこの選挙が始まって以来、市民と野党の共闘で危険極まりない安倍政治をストップさせようということで頑張ってきました。そしてそのためには神奈川地方区において2名の立憲野党の議席を獲得する、このことが何としても欠かせないこと、大事なことだということで、その運動を進めてきたところでございます。皆さん、もう終盤に関わりまして、選挙情勢がはっきりしてきました。私たちは2議席獲得のためにはどうしても浅香さんを押し上げていく、そして当選圏内に押し上げることで2議席の可能性、その地平が見えてくるんだというふうに考え、この間7月16日に2議席獲得のため浅香さんに重点的に支援と投票を行おうということを呼びかけさせていただきました。何としても神奈川で2議席を獲得しましょう。本日は強力なる援軍が駆けつけていただきました。皆さんも尊敬する前文科省の事務次官の前川さん、そして市民連合中央の山口二郎さん、お二人が浅香を支援のために駆けつけていただきました。どうもありがとうございます。ぜひ皆さん、お二人のこれからのスピーチを受けて、お二人の思いを県民の皆さん、市民の皆さんに伝え、浅香さんの訴えを共に広めていって、最後の最後まで頑張り抜き、2議席を獲得するために、浅香さん当選のために頑張り抜こうではありませんか。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。沢さん、ありがとうございました。そうしましたらですね、まずお三方段の上に、ちょっと狭いですけど上がりますかね、上がっていただいて、ちょっとまず改めてご紹介いたしたいと思います。まず浅香由香さん、参議院議員選挙神奈川選挙区候補者です。8時間働けば普通に暮らせる社会へ、市民と共に行動する、若者の代表、2児の母でもいらっしゃいまして、子育て世代にも、大変ご理解が深い、候補です。それから、元文部科学大丈夫ですか、立てても大丈夫ですよ。元文部科学省事務次官、前川喜平さん。加計学園問題の真相究明のために勇気ある告発に踏み切られました。最近は、右傾化を深く憂慮する一市民としてツイッターでも盛んに情報を発信していらっしゃいます。それから山口二郎先生、法政大学教授、戦う政治学者として、学者業とともに、活動としても、活躍していらっしゃいます。それではまず、お待ちかね、浅香由香候補の、お訴えをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。参議院神奈川選挙区候補、浅香由香です。今日は本当にありがとうございます。パパの帰りが遅いから8時間働けば普通に暮らせるようにしてほしい。3年前小学4年生からのメッセージをいただきました。そのメッセージを大切に私は活動を続けてきました。今度こそ
子どもの願いを実現したいと思います。過労死や過労自殺が蔓延する社会はおかしいと思います。長時間労働はワンオペ育児を当たり前にし、そして長時間労働できないからと女性差別を生んでいますが、本来子育てできないほど長時間労働を期待する社会の方を変えなければいけないと思います。私が今4歳と7歳の子供を育てながらなぜ政治に関わろうとするのか、それは政治で救える人がいるからです。政治で守れる命があるからです。だからこそ皆さんにも政治を諦めないでほしいと心から訴えています。日本共産党はブラック企業規制法案提案しましたが、ブラック企業は許さないという皆さん一人一人の後押しがあったからこそ、ブラック企業名公表に踏み切らせることができました。労働条件改善の一歩を皆さん一人一人が作っていったんです。皆さん、政治家が主役ではありません。一人一人有権者こそが今の政治を支え、そして社会を構成しています。嘘や隠蔽が当たり前の政治を一緒に変えていきましょう。ダメなことにはダメだとしっかりと言う、より良い社会は可能だ、行動する大人の姿を一緒に見せていきましょう。希望ある社会作るためにも、ぜひ朝霞愉快皆さんの力貸してください。この神奈川で野党の2議席、立憲の2議席をぜひ皆さん勝ち取らせてください。最後に政策を訴えさせていただきますが、まず最初の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。朝霞愉快さん、ありがとうございました。そうしましたら続きまして、前川喜平さんより、朝霞愉快への応援のスピーチいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうもこんにちは、前川喜平です。今日は朝霞愉快さんの応援に参りました。今安倍自民党は憲法改正をいよいよ争点に掲げてきました。ということはこの選挙で参議院で3分の2を獲得すれば、改憲勢力が3分の2を獲得すれば、いよいよ憲法改正の発議をする。そしてバン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 とテレビで広告を打ってですね、で何も考えていない人たちはそっちになびいていってしまう。そうして過半数の国民をその気にさせてしまう。そして国民をどん底に落とすような改憲をしてしまう。この危険性が迫ってきていると思います。この3分の2を改憲勢力に与えてはいけないんです。でこの朝霞さんが当選すれば、神奈川で4分の3の改憲勢力を阻止することができるんですね。4分の3になったら怖いですよ。本当に怖いです。何としてもこの朝霞さんがですね、この今のその改悪を阻止するその先頭に立つ人として国会に皆さんが送ってくれなければいけないと思ってます。安倍改憲は4項目ありますね。これみんな危ないものばっかりですけれども、憲法9条の2を付け加える、これは集団的自衛権をもう憲法上認めるということですから、アメリカと一緒にホルムズ海峡でイランと戦争することもできるんだと、そういう国にしてしまう。もうすでに安保法制という憲法を壊した法律がございますけれども、これを憲法上認めてしまうと、こういうことになります。これは本当に危ないことです。緊急事態条項、これも危ないです。これは緊急事態ですと総理大臣が言った途端に憲法は壊れてしまうんです。この憲法を停止するような、国民の代表が物を言えなくなるような、そういう条項ですから、憲法がなくなってしまうのと同じです。そういう独裁を許す、そういう条項、こんなものを許しちゃいけない。5億を認める改憲、これはひどいです。一票の格差が憲法違反だと言われたから、じゃあ憲法の方を変えてしまおうと、こんなひどい改憲があるでしょうか。憲法26条教育を受ける権利、これについても1個加えるっていうんです。よく見るとそこに非常に問題があるんです。国の役に立つ人間は支援するけれども、教育費を出してあげるけれども、国の役に立たない人間には教育費を出さなくてもいいと、
こういうふうに読めてしまうわけです、この条文は。そういう改憲です。この4項目はどれもこれも認めてはいけない改憲項目なんです。でそれが阻止できる人はこれは浅香由香さんしかいないんです。それからこの安倍さんが今逃げ回っている年金問題、年金問題、これは年金の財政検証をもうできてるはずですよ。それを出してない、隠してる。まあ安倍さんのこの政権は何でもかんでもずっと隠してます。統計不正も隠してますね。もう何でももう作り変えるし、偽装するし、改ざんするし、まあ、私が言ったんじゃありませんけども、偽装、捏造、安倍晋三というそうですけど、これは私が言ったんじゃありませんけど、でもそういう政権の体質なんです。国民をずっと騙し続けてるんです。盛りかけ問題もそうです。盛りかけ問題もこの与党がその真相究明や責任追及を阻んでいるわけですね。もしこの参議院選挙で野党が過半数を握れば、まあ、参議院にも盛りかけ問題の特別委員会を作ってバンバン承認喚問して、加計幸太郎さんにも承認喚問で来てもらって、でこの一体どういう話を安倍さんと加計さんの間でしたんだと、どうやって内閣府から知恵をつけてもらってこの新しい獣医学部を作ったんだと、その真相をきちんと解明して、その責任もきちんと追及すると、そういうことも野党が参議院で多数を占めればできるんです。これは今までできなかったのは野党の責任じゃありません、与党の責任です。まあ、年金にしても福祉にしても教育にしてもですね、国民の暮らしを守るために税金は使うべきなんです。で消費税を上げなくてもそれはできます。税金をちゃんと払っていない人たちがいるんです。大きな企業、お金持ち、そういったところにお金はあるんです。でそういうところからお金を取らないのが自民党なんです。そうだ、だってそういう人たちから支援されてるからです。その人たちは人数は少ないんです。だけどお金持ってるんです。お金持ってる人の言うことを聞くのが自民党なんです。だけど多くの人の言うことを聞くのが民主主義でしょう。そうだ、今の税制おかしいですよ。大企業がちゃんとその儲けに見合った税金払ってない、お金持ちが年収に見合った、あるいは資産に見合った税金払ってないんです。8時間働けば普通に暮らせる、そういう世界をね作るべきだと浅香由香さんがおっしゃってるわけ、その通りです。8時間働いてる人はちゃんと稼いだお金を税金で払ってます。だけどお金持ちはですね、持ってるお金をコロコロ転がすとそれがいくらまでに増えてくるんですよ。金融所得って言います。この金融所得には 20% しか税金かかってないんです。金融所得が多くて株を売買してお金を儲けてる人は税金払ってないんですよ。 20% 以上はこれおかしいです。金融所得の課税はぜひとも変えなきゃいけない。だけどこれは自民党は絶対にやりません、そういうことは。だってそれで儲ける人から支援されているわけですから。ですからこのちゃんと国民の暮らしにお金を使う、イージス・アショアではなくて F-35 戦闘機ではなくて、こんなものをアメリカから爆買いするくらいだったらですね、そのお金をもっと福祉や教育に回してくれよと。それができない、どうしたってできないのは今の自民党なんです。もう今の自民党はもう安倍党だと言っていいわけです。で安倍党をこのままのさばらしてはいけないわけです。今ねもうすでに選挙戦終盤ですね。今は戦略的投票を考えなきゃいけない時期だと思いますよ。この中には必ずしもね共産党や浅香由香さんを支持していない人もいるかもしれません。しかし安倍さんは倒さなきゃいけないんです。安倍さんが倒せる人に今かけるしかないんです。それは維新の候補者じゃありません。維新は自民党の補完勢力です。もうすぐに安倍会見に賛成するでしょうね。これはもうこの会見勢力に4分の3渡してはいけない。そのためには今この浅香さんに皆さんのこの気持ちを集中させなきゃいけない、そういう時期だと思います。
ですから皆さん、あの、どの党を支持している人であろうがですね、この選挙区で浅香さんに一票入れていただきたいと、それをお願いしたいと思っております。ありがとうございます。前川さんより浅香優香へ熱い応援いただきました。ありがとうございました。ですね、この後4時から相鉄口の方では山本太郎が浅香優香の応援に駆けつけてくれますので、そちらもお時間の許す方はぜひお聞きください。それでは続きまして、戦う政治学者、法政大学教授の山口二郎先生にお話しいただきます。皆さんこんにちは、法政大学の山口です。今日は浅香さんの応援にやってまいりました。今回の参議院選挙、まあいろいろ争点はありますが、私は一番大事な問題は主権者としての尊厳を守ることだと思っております。昔ルソーっていうフランスの思想家が、イギリス人は自分のことを自由だと思っているが、それは選挙の時だけだと言いました。私はこの言葉は日本にも当てはまると思っていたんですが、どうも選挙の時でさえ自由でなくなりつつある。札幌や大津で安倍首相に対してヤジを飛ばした人に警察が無理やり連行して物を言わさないようにした、そんなめちゃくちゃな全体主義の兆候がもうすでに日本で現れているわけであります。この選挙の時、私たちはまさに主権者として久しぶりにこの獲得した自由を行使して、おごり高ぶった権力者に対してもういい加減にしろというメッセージを伝えなければ、この自由や民主主義はもはや当たり前のものではなくなりつつある、そういう危機感をぜひ皆さんと共に共有したいと思います。そして先ほど前川さんもおっしゃいましたが、この安倍政権の6年間本当に嘘、偽り、捏造、改ざん、もう ありとあらゆる権力犯罪が繰り返されてきた。権力者はどうせ国民はそういうスキャンダルはすぐ忘れるだろうと鷹をくくっているわけであります。ここで私たちはやっぱり日本の政治に道理を取り戻す、常識を取り戻す、そういう選択をしなければいけないと思います。2つ目の課題は、先ほど前川さんもおっしゃいましたが、やっぱり平和です。安保法制を作った時に私たちはもうこれではダメだと思って野党に呼びかけて市民連合を作り、また参議院選挙における野党協力を進めてきました。しかし今まさにペルシャ湾海域で緊張が高まり、アメリカのトランプ大統領が有志連合、つまり軍事的な同盟を新しく作る、そして日本にも自衛隊を送れと言ってくるのはもう火を見るよりも明らかです。トランプ大統領と相撲見物だの、なんかね、接待だのやって、ヘラヘラしてる総理大臣にバカな戦争はやめろと言えるはずはない。この選挙において私たちは平和を守るための一票を入れなければいけません。自衛隊を絶対に海外に送ってはいけない。さらに野党をもっともっと増やして、違憲の安保法制を廃止する、この市民連合、野党共闘の原点を今もう一度思い出し実行すべき時であります。そして3つ目のテーマ、これはやっぱり命と暮らし、まさに浅香さんがいつも言っておられるテーマです。10月の消費税増税、とんでもないですね。私たち市民連合がご野党会派にお示しして合意をした政策の中でも消費税増税はやめる、そして所得税の累進制や法人税、資産課税を通して税の公平化を図るということで合意しました。野党の方にはきちんとした対案があるんです。野党には対案がないなんてのは、これはとんでもない言いがかりであります。6年間の安倍政権の下でのいわゆるアベノミクス、一体何をもたらしたのか。結局のところ日本の経済には何の新しい芽も生まれていない。ただひたすら日銀がめちゃくちゃな金融緩和をして円安を誘導する、さらに日銀と年金基金で株をいっぱい買い込む、そして人為的に株高を誘導する、その結果輸出をしている大企業は確かに儲かった、しかし
国民が働いて作った富がどこに行ってるか、企業の内部留保400兆を超えている、本当に働く者とは無縁のところにお金がどんどん溜まっているという状態であります。この状態を是正することこそ野党の経済政策の肝でありまして、私たちは自分たちの暮らしを守るためにも今回の選挙で野党を躍進させなければいけないんですね。うん、で、あの例の老後の生活2000万必要だっていう金融審議会の報告書、これについて麻生財務大臣はそれを受け取らないといい、自民党の国対委員長はあれはないと言った。そんな理屈が通るんだったら今日終業式、子どもたちは通知表の受け取りを拒否すればいい。家に帰ってお父さんお母さんに通知表ありませんでしたって言えばいい。一国の副総理が先頭に立ってそんなめちゃくちゃなバカなことをやってるんですよ。この国はそういうもう本当に恥ずかしい状態になっている。自分の都合の悪いことは一切目をつむりないことにする、そういう政治家のわがままに対してももういい加減にしろと私たちは言わなきゃいけないわけです。そしてこの神奈川県、本当に4議席目をめぐる厳しい戦いを繰り広げています。浅香さんが4つ目の議席に手を、ね、伸ばし届きそうな状態だと私も聞いています。そこでぜひ皆さんにお願いをしたい。まあ普段は立憲民主党なり社民党なりを支持している方、あるいはまあ無党派層で安倍が嫌だなと思っている人たち、この人たちがこぞって浅香さんに今回は投票してもらいたい。浅香さんへの一票は5票10票の重みを持つんですよ。改憲勢力3分の2を阻止する、自民党与党の議席を一つでも減らす、そのためにこの神奈川では何としても浅香さんが勝ってもらわなければ、日本の全体主義の流れ、平和の破壊の流れ、国民不在の格差拡大の経済の流れを止めることはできないんでありまして、あと2日間残り時間はあまりありませんけれども、神奈川県の良識ある皆さんの本当に死に物狂いの戦いによって最後浅香さんに勝利をなんとかね、届けていただきたい、そのための皆さんの一層の奮闘をお願いして、私からの激励のメッセージといたします。ありがとうございました。山口先生、浅香ゆかへの熱い応援ありがとうございました。それでは皆さん、大変お待たせいたしました、浅香ゆか候補本人からのお訴えをお聞きください。皆さんこんにちは、再び登場しました、参議院神奈川選挙区候補浅香ゆかです。よろしくお願いいたします。今前川さんからも山口さんからも訴えありました。今回神奈川選挙区何としても4分の3取らせちゃいけないんです。改憲させてはいけないんです。ですからぜひ党派の違いを超えて、今度ばかりは浅香ゆかに皆さんの期待を託してください。よろしくお願いいたします。今日本当は政策を訴えたいなと思ってました。でもやっぱり今日ここに集まってくださってる皆さん、絶対に憲法を変えさせちゃいけないんだ、安倍政権倒さなきゃいけないんだ、その思いで集まってくださってると思います。私は自分の憲法に対して思っている思いを皆さんに伝えたいと思います。先ほど後藤先生からありました、私は世界中から戦争と貧困をなくしたい、高校時代から夢を持って世界十数カ国を回ってきました。世界を回って、そして国連で働きたいと思って国連のことも学びました。戦後国連は武力行使の違法化を進めること、社会保障や学びは自己責任ではなくて人権として発展させる、一人一人の暮らしを支援して差別や偏見をなくし多様性を認めることで平和な社会を築く努力を、今世界中で多くの人たちがその努力を積み重ねています。私は日本の憲法はその最先端にあると思っています。
憲法9条は世界の宝だと思っています。だからこそこの憲法9条を絶対に変えさせたくないと思ってます。4歳と7歳の子供を育てる一人の母親として、この憲法9条を子供たちにしっかりと手渡す、その責任こそあると思っています。皆さん、日本の憲法ぜひもう一度読んでみてください。憲法9条は戦争の放棄を謳っています。憲法25条は健康で文化的な生活を営む権利を全ての人に保障すると謳っています。憲法13条は一人一人の命、自由、幸福を追求する権利、あなたの自由とあなたの命と、あなたがあなたであっていい、あなたがあなたらしく生きたい、その願いを政治は何よりも大切にしなければならないと謳っています。今憲法を変えるよりも憲法を実践する政治こそ求められているのではないでしょうか。平日から家族揃って食卓を囲むことさえできない社会を、シングルマザーが自分の子供を行かせたい大学に行けない涙を流す社会を、年金が低すぎてお葬式にさえ行けないと言わせるこんな社会、健康で文化的な社会ということができるでしょうか。憲法を実践する政治を私は皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。皆さん、日本共産党は97年前から国民主権、侵略戦争反対、女性の参政権を訴え抜いてきましたが、今その全てが憲法に書き込まれ、そして実現をしています。私たちの世代だって今の時代だって自分たちの願い叶える社会作ることができるはずだと思っています。しょうがないの一言で諦めるのやめましょう。私は自己責任で追い詰める政治ではなくて、思いやりのある政治を作っていきたいと思っています。今この場に党派の違いを超えて、おそらく保守の方もいらっしゃる、革新の方もいらっしゃる、野党共闘で、市民共闘で頑張ろうと議論していこうと、その努力が始まっています。新しい時代を皆さんと一緒に切り開いていきたい。私は政治は変えられるんだと実践で示していきたいと思っています。だからこそ皆さん、この神奈川でカジノを進め憲法を変えろと言い、さらに選択的夫婦別姓まで反対するような維新の会の候補者に負けるわけにはいかないです。皆さん、新しい時代、皆さんと一緒に作っていく、そのために朝霞ゆか全力で頑張ります。皆さんの大切な一票をぜひ朝霞ゆかに託してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。朝霞ゆか候補、ありがとうございました。今写真チャンスですよ。写メ撮られる方は前へどうぞ。前川喜平さん、山口二郎さん、そして朝霞ゆか候補の、熱い訴えを皆さんにお聞きいただきました。どうもありがとうございました。お写真撮られる方はぜひ どうぞ前へ遠慮せず。この後ですね、前川さんは飛行機で神戸の方へ立たれるということで、ちょっとお時間がないので、あ、新幹線、失礼しました、新幹線で神戸の方へ移動されるということですので、写真タイムが終わったら移動されます。お写真よろしいでしょうか。大丈夫ですか、撮れましたか。朝霞ゆか候補の応援に、前川喜平さん、山口二郎さんが駆けつけてくださっております。はい、それでは写真、お写真もよろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは前川さんと山口先生はここで、ご退席されます。どうもありがとうございました。朝霞ゴールで朝霞さんをお見送りすると書いてあるんですが、まだいらっしゃれるよう、もうちょこっと、はい、もうちょこっとおられるようですので、どうしましょう、ご本人のお話もうちょっと聞きたいですか。1分ぐらい、1分ぐらい。
あ、じゃあ私がちょっと今日ここに来た理由を言っていいですか。はい、あ、私実は妊娠5ヶ月でして、ちょっと座りが終わったばっかりで心配だったんですけど、なぜわざわざ頑張ってきたかと言いますと、やっぱり客観的に神奈川県の候補者を皆さん、みんな見比べてみても、浅田由香さんが一番子育て世代に優しい、もう一番子育て世代に対する思いのある政策を、しかも財源を示して具体的に数字を示して訴えてくださっているので、ぜひ応援したいと思いまして、本日司会を引き受けさせていただきました。はい、ちょっと生まれてくる我が子のためにも、ぜひ挑戦していただきたいと思っているので、ぜひお集まりの方も、そして ご通行中の皆様も、浅香由香、あさっての投票日は浅香由香へ、ぜひ一票をお願いしたいと思います。ありがとうございます。それでは次の現場へ移動されるということですので、浅香コールで お送りしたいと思います。せーの、浅香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 。ありがとうございます。